リーグ優勝を果たし胴上げされる巨人、阿部慎之助監督、撮影、根本聖、セリーグ、広島1の8巨人、25回戦、巨人13勝9敗3分、28日、松田阿部監督の落ち着いた采配を優勝の要因に挙げよう。以前に評論したように、まるで10年監督、チームに決め手がないまま、よくゴールテープを切れたものだ。失点はリーグ最少ということで、戦いの軸は投手陣。先発組では戸里が計算通りに働き、菅野が予想以上に活躍した。両輪で回れたのは大きい。それでも山崎はシーズン終盤に足踏み。大勢が途中で抜けるなど、リリーフ陣も盤石というほどではない。大崩れせず、なんとか乗り切ったという感じだよ。得点はリーグ4位。好調者が打てば勝ち、調子が悪くなるとあっさり封じられる。ヘルナンデスとモンケスの両外国人は珍しく掘り出し物だったけど、シーズンを通して突出した成績を残す打者はいなかった。だから日々、一進一退。阿部監督は、その状況になることを、あらかじめ把握していたかもしれない。ジタバタせず、思い描いた、選手起用を貫いた。2年目の浅野も、多少の失敗は気にせず、カンフル剤になると見越して使っていた。そんな監督を見れば、選手にも、安心感が生まれるというもの。ペナントレース最終盤に向けてムードが熟成され、チームにまとまりが生まれたね。阿部監督は2軍監督を経て、原前監督の下で1軍ヘッドコーチを経験した。そして原前監督と同じように圧倒的な戦力で勝ちまくった昔の巨人とは一線を画す優勝。そこにも意義があるのではないかな。産経スポーツ専属評論家1級速報へ、プロ野球日程へ。